続いてはとべとべズーです。こちら可愛らしい姿を見せてくれていますが、今月埼玉へ旅立ったカバのまんぷくくんです。はい、元気にしてるんでしょうかね。気になりますよね。そんなまんぷくくんのとべでの生活を振り返ります。埼玉のまんぷくくんにも会いに行ってきましたよ。今月13日、とべ動物園の人気者カバのまんぷくが将来の繁殖を目指して埼玉県の東武動物公園に引っ越しました。その様子をじっと見つめるのは担当の佐々木よしきキーパー。まんぷくと過ごしたかけがえのない2年間をかみしめています。なんか出てきたよ、カバの赤ちゃん。新型コロナの影響で休園中だったおととし4月、とべ動物園で生まれたカバのまんぷく。その愛らしい姿でたちまちとべ動物園の人気者になりました。目がクリッとしたところが可愛いです。まんぷくはその名の通りたくさん食べてすくすく成長。生まれた時は体長80センチ、推定体重30キロでしたが、1歳の時には体長130センチ、推定体重140キロに。だいぶ奥歯が生え揃いましたので、びっしり1センチぐらいなんですけど、しっかり生え揃って、硬い人参、さつまいもなどもしっかりボリボリ食べることができるようになりました。お母さんの耳の横にぴったりくっつくまんぷく。でもいつかは独り立ちしなければなりません。子孫を残すため、また新しいペアを形成するために東部埼玉の方にお引っ越ししますが、どうぞ皆さんご理解をよろしくお願いいたします。今月4日に行われたお別れ会には500人のファンが集まり、まんぷくとの別れを惜しみました。最後に元気を元気に食べているのは嬉しかった。ずっとね、応援しててたんですけどね、本当埼玉でもね、うん、元気でいいです。まんぷくバイバイ。まもなく旅立ちの時、まんぷくの成長をずっと見守ってきた佐々木キーパーの心境も複雑です。とても寂しくなります。でまあ、今まで2年間ずっとこうやって毎日出勤したら会ってくれたのが急にいなくなるので、もう心の拠り所がなくなってしまうので非常に寂しくなってきます。だいぶまんぷくくんがね、独り立ちの練習をしてもう順調に成長してくれているんで、そこはね、まあ、将来的なことも考えて新たな旅立ちを祝ってあげたいなと思っています。輸送用の檻に入る練習を始めたまんぷく。いつもと違う環境でまんぷくが不安にならないよう佐々木キーパーが励まします。まんぷく、まんぷく、大丈夫よ。はい、うん、大丈夫よ。うん、そこね、入ってね、だいぶ慣れたね。うん、また後でご飯あげるからね。なんとか檻の鎖を外そうとするのはお母さんの耳です。やっぱり私の息子に何するんだっていうような感じで、こう鎖を噛もうとしたりとか、ちょっと檻をね、動かしたいような仕草は見られるんですけど、大好きなお母さん、お父さんともあと4日でお別れです。そしていよいよ別れの日。ありがとう、2年間ありがとう。やっぱり少し寂しさが込み上げてきまして、もうちょっとうるうるした感じにはなりましたけど、ぐっとこらえてました。
もう愛嬌たっぷりの姿を皆さんに振る舞ってもらって、皆さんから愛されるような親しんでもらえるカバとしての満腹としての特徴をしっかり活かしてくれて、人気者になってもらいたいと思います。いってらっしゃい。いってらっしゃい。満腹は惜しまれながら戸部動物園を後にしました。あれから12日、埼玉県の東武動物公園にやってきました。また満腹くんに会えるのが楽しみです。早速会いに行ってきます。園内を進むと、満腹くんの看板が早速できてますよ。ただ満腹くんは外には出ていないんですかね。あ、いました。満腹くん、ここ端っこの水の中にいました。お顔を見せてくれました。もうリラックスモードといった感じですかね。埼玉の生活にも馴染んでいるようです。飼育を担当する引田さんにお話を伺いました。満腹くんが来てから約10日経ちましたが、はい、今の様子どうでしょうか。だいぶ新しい環境にも慣れてきて、ご飯ももりもり食べてくれて元気いっぱいですね。一安心です。東武動物公園の先輩舞ちゃんとの関係は、そうですね、お互いいい刺激になっていて、で満腹くんやっぱり、戸部動物園にいるお母さんと離れ離れになって、寂しい中で、舞ちゃんお母さん代わりだと思って、逆に、舞ちゃんは出産経験もあって、子育てもしてるんで、満腹くんに母性が芽生えてるんじゃないかなと思います。この日はあいにくの雨にもかかわらず、満腹くんの周りには多くの人が集まっていました。かわいい、かわいいです。本当もう申し訳ないぐらいかわいいです。とりあえず怪我もなく、元気に育ってくれればそれが一番嬉しいかなと思ってます。東武動物くんのアイドルになって、たくさんの方に笑顔を提供してもらいたいと思ってます。満腹くん、埼玉ライフ楽しんでね。現地取材もあって。はい、はい、なんか馴染んでましたね。そうなんです、うん、埼玉県民も大歓喜といったところです、はい。